はい、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。みんなでバトルをコース短編、いやいいね、こういうコース。多分横スクだと思うんですよね、短編ってことは。横スクロールでそんなにね、あの長くない、もうああいうコースよね、ああいうコースね。もう最近語彙力がね、ゴミすぎてやばいんですよね。さあさあさあ、チン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 なってますけど、僕は赤の土管入っていきます。短編でしょ。あ、いいね、こういうコース。ほい、よし、激うま、激うま、よし。でこのままジャッジャッジャッ、うこれしゃがじゃん、しゃがじゃんで、しゃがむ、ほい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 、よし。うわ、キノピオがめちゃ、ここ出していこうか。よし、いこれでいけるか。ほい、よし。でもう一回出していく、こんだけ出していけばいけるはず。ほいほいほい、よしよしよし。うわ、これもう勝ったでしょ、これもう絶対すげえ。ここでスプーンめっちゃ熱いね。下でいい、こっちで大丈夫。ゆいー、うわ、めちゃくちゃ強いね。7277のりょうさんっていう人、レンダゲー待って待って、レンダゲーか。この前さね、ライブでレンダのコースをさ、一画面コースを送ってきてくれた方いたじゃん。もうあれがね、めっちゃねきつくてね、さ、もう僕レンダぶっちゃけそんな得意じゃないんですよね、僕レンダに定評がない男なんですよ。あ、でもこれはハーブロックのレンダ、これいけるかな、いけるか。とりあえず X ボタン連打してみるか。はいはいはい、よし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 。うわ、誰だ、1位は誰、このまま右。うわ、なんかさ、下から2番目の人と一緒。はいはいはい、いや、いける、誰1番、めちゃくちゃ面白いんですけど。やったやってた。めっちゃガッツポーズしたわ今一人で。うわ、またいるじゃん、さっきのりょうさん。でもさっき勝ったもんね、連打コースだけど。今度ファイトって書いてる。あ、違う、フライト、ポテト。うわ、これはなんか負けそう。ここ打ってみる。いや、絶対ここ罠だよね。うわ、これなんかトロール的な。あ、待って、マントいる、マントいる、ま、よし来た。これ多分飛んでいく感じでしょ、多分マリオもそう感じたんだろうね。いや、オッケーオッケー、よし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 、ルイージ脱落、ルイージ、マリオ脱落、よっしゃこれ熱いよ。ほい、うわ、邪魔くせあいつ邪魔くせ、いや、いける、オッケーオッケーオッケー、ちょっと、これはまたマリオに勝てるチャンス、やったやったついでに5600台到達しました。いや、さぞかし悔しいだろうね。あの7200超えの人、ピオキングっていうやつに2回もやられてんだけど、みたいな。もう次も来るかな、どうなんだろう。ぜひね、もう一回来てほしいところではあるんですけどね。まあまあ、来たところで、もうなんか覚醒状態入ってますから、今僕ね、もうゾーン入ってますからね。今僕ゾーン入ってるから、多分誰が来ても負けない気がするんですよね。さて、来るかな。あ、3人になったね、今回。ASS+ って言うね。一応僕真ん中じゃん。自分が輝いて見えますよ。さあ、みんなよろしく。ね、みんなよろしく。よろしくお願いします。よし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 。みんな、みんなどうした？みんななんか動いてないぞ。どうした？え、マリー？マリーどうした？マリー？もしかしてエスプレスの僕に身を任せてくれてる感じ？いや、待って待って。これさ、テレサ危ないね。マリー落ちたよ、それ。落ちた、絶対落ちた。絶対落ちた、それ。ゴーゴーゴーってなんだ、ゴーって。あ、見た今見た今、めっちゃ上手くなかった。あ、何？テレサ降ってきたね。まだね、多分このコース長いと思うんですよ。これは多分左からなんか砲台かなんか、ずっと右に行ったのかな。あれ、あのゴールバーなんか柱っていうのかな、1個しかなくない。ああ、ごめんみんな。あの、ゲーム実況してるっていうことを忘れて、めっちゃ無言でやってた。なんか、まあ、プライベートの時間って言いますかね。まあ、めっちゃ集中してたわ。あれ？フェネコちゃん？ルイージは？あ、ルイージ言ってんのか。あの、フェネコちゃんっていう方は、めっちゃ可愛かったんですよね。まあ、何？アイコン？アイコンじゃない。ね、もう、なんでもいいや、もう。もうちょっと喋れないんで、次飛ばします。あー、危ね。ちょっと待ってね。ほい、ほい。ちょっと待って、ほっ、ちょ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 、スク
クロールコースモフモフ。そうそう、モフモフで思い出した。まあどうでもいいかもしれないんですけど、最近マジで猫が欲しいんですよ。いや猫めっちゃ可愛いよねと思って、まあ、めっちゃ探してるんですよね、まあ、猫ちゃんを、まあ、猫ちゃん、うわあぶね、あぶあぶねあぶね、よし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 、これこうしよう、こうしておこう、よしよしよし、ちょっと待って、ちょっと待って、はい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 、よしよしよし、あぶねここら辺おったら安心ですね。これはスクロールコースだからそんなにねこっち来れないと思うんですよ、あの二人ね。あれマリオどうした、あれマリオ、マリオとりあえずアイテム、アイテム、いやー危ねー、骨危ねかった今、よし、でも倒しておかないね、倒しておかない、後ろの人のためにも倒しておかないこれは先にモグラがあって、このキラーのとこ行こっか、一気に行きます。オッケーオッケーオッケー、で赤いキラーがここら辺来てんな、ほい、よし、今の激うま、激うまんじゅうだね。あら、そんなあった、そんないいアイテムあった、マリオねえ、ちょっと待って待って、こっち来すぎじゃないマリー、ちょっと待ってマリー、こっち来すぎだって、ちょっと待って、これはこのまま僕右行きますね、アイテム取らないで行きます。うわ欲しいアイテム、上から来る秒はずるいって、やばい、やられる、中間ポイントかもしくはアイテムがめちゃくちゃ欲しいな、ここら辺でね、ほっ、よし、でこれも踏んでいく、よし、ここも踏んでいく、いや踏まない、はい、よし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 、なんか最後ボスとか現れそう、こういうコース、なんかさスーパーマリオブラザーズ3だったっけな、まあ、それで最後さ、なんか船の、あー五感じゃないや、ゴールありました。これゴールしたら来れるのかな、みんな、あマリオ来れるね、あマリオ、マリオどうした、マリオマリオギリギリまで多分待ってきてたったな、うお、マリオがマリオじゃん、ちょっとみんなわかるかな、マリオがマリオじゃんっていうね、あのマリオめっちゃアバターがマリオなんですよ。 2-4、 さて 2-4 か、ちょっとどんなコースか忘れたけど、まあどう、まあ忘れてもいいよね、絶対 2-4 のね感じじゃなさそう。さてこれは右に行く、うおうお、えそこ土ねえじゃんかよ、ラグシュミレーター、確かこの前もさバグシュミレーターっていうかバグコースしたよね、あうわ、キノピコじゃないキノピオ、そこも完全に無敵だよね、なんでなんで僕だけ左なの、待ってラグい、ラグタリアン、マジでめっちゃラグジュアリー、そう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 、これはまずいぞ、これ早くジャンプしなきゃまずい、ジャンプ、うわいやいやチビ状態で倒すのはきついんじゃないかキノピオマリオ、マリオどうした、マリオどうした、その二人を食い止めてどうした、じゃあ僕は手伝うか右に行く組の方が強いのか、マリオ、マリオ何寝返ってんだよ、マリオ左でしょ、オッケーオッケーオッケー、まあいいやもう、さよならさよならよしよしよし、うわー危ねえ、ダン、またこれ回転ジャンプの方がいいのか、マリオさっきまで味方だったじゃん、あぶねあぶね、ちょっと待って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 、マリオやられて、うーわゴールしやがった、気づけばもう1時間ぐらいやっちゃってますけど、今日はこの辺でやめますか、ここでね今日は終わりたいと思います。ま、あ猫熱いよ、猫熱いよ、なんか下からマグロが出てきそうだけど、あこっちでいいっぽくない、あ、猫やっぱ熱いんだ、ちょっとファイヤー取らんでいきますね、先にクッパ、やっぱいると思った、あなたいると思いましたよ、多分どうせ鍵かなんかいるパターンでしょう、絶対そうだと思った、これ上に行ったら、なるほど、 このクッパ倒すのが勝ちって感じで、ね、オッケーオッケー、じゃあファイヤーもう一回取りに戻りますか、これはねマジでファイヤー重要ね、このファイヤーベイ重要、ちょっと待って、そんな邪魔しないでって、邪魔しないでって、ちょキノピコ邪魔しないでって、もうキノピオじゃねえキノピオか、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております、最後までご視聴ありがとうございました、それじゃあまたね。